なんでラジコンやろうと思ったんですか？萌太くんにナンパされて。萌太くんにナンパされて。すみません、森田くんが女の子を連れてきたって噂を聞きつけてきたんですけど、3人でヒコテックから来ました。あ、こんばんは。森田くんだ。噂は本当でしょうか？すごい噂になってますよ。YouTube でね、YouTube でもいつも楽しく見させていただいてちょっと、お邪魔します。お邪魔します。はい、どうもありがとうございます。あ、どうも、服部と言います。よろしくお願いします。はいはい。ゴリゴリっす。何がダーリング。それネタ。いや、すいません、いっぱいいっぱいです。どうしようか、ここ。あ、こんばんは。宮島と言います。はい、こんばんは。下さあ、高橋さん、女の子やってほしいね、ラジコン。やってほしい。どうやったらやってくれるかな。森田君がやっぱりね、手と出して教えるしかないですよ。なるほどね。なんとか女の子いないですか、どっかに。女の子、呼んできました。呼んできました。おお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 やったなんと、森田君が連れてきてくれました。はいはい。じゃあこちらです。こちらです。はい。はい。お名前は？かなこと言います。かなこさんですか？いやいや、いいね。いいですね。いいね。なんか花があるっていいですね。どうやってナンパしたかは聞いちゃったらまずい。これは内緒？ちょっと内緒にして。恥ずかしいんで。どうやってナンパしたと思います？予想言ってください。ですね、はい、お店に来た女の子を、一緒に走りに行かないみたいな。はい。これ、難しいでしょ。どうも難しいんだって。そうですか。はい。じゃあ、森田君に誘われて、はい、まあ、ラジコンを知るようになって、はい、で、その、ラジコンがやってみたいなっていう、なんでそういう風にスイッチが入ったのかなっていうのは。趣味っていう趣味も私なかったので、はい、で平日の不定休、はい、お休みもまばらの、はい、森田君とたまたまお休みがあったので、はい、連れてきてもらって、ラジコンをやってみて、あ、面白いなって思って。素晴らしいですよね。わ、はい、かりやすい。わかりやすいよね。森田君優しいもんね。優しい。説明とか、すごい丁寧に分け隔てなく優しいから。そうだよね、うん、男にも女にも私も。ちょっとこのにやけ面を。まあこれからまあラジコンも買いたいなとか、そういうふうには思いますか？あ、そうですね、自分のラジコンがあったら楽しいだろうなって思います。あ、なるほど。作ったこととかはありますか？はい、作ったこともないし、ないですか？お店に行ったこともないです。もうないですか？はい。じゃあ作ってる時は、はい、教えますよ、もちろん。もちろん教えてくれるのかな。教えますよ。教えて、教えますね、もちろん。え、もう一回ちょっと見つめ合って教えますか。そうかそうか、じゃあそうだね、それで森田君に教えてもらえば、まあ間違いないね。間違いないね、そう思いますよね。間違いない。今まで見とって本当に優しいなって思う。教えるの上手なんで。そうだね、教えてもらえますか？はい、教えます。なんかね、見とるこっちが恥ずかしい。なんかね、一瞬空気が固まった。そうかそうか、じゃあまあこれから本当に頑張ってほしいですよね。はい、はい、じゃあ、花子ちゃんに質問があるぞ。はい、はい、服部さん
彼氏がいますか？彼氏いないです。やったー。他に何か質問とかあるか聞きましょうか。今何歳？年齢一応今24です。一番もう一番的なこれからだよね。やったー。ね、ちょっと具体的に説明してくださいよ。一番素敵な年齢って。今いつもと違いますよね。じゃあ好きなフルーツは？フルーツいちごが好きです。じゃあ好きな野菜は？野菜野菜じゃあ森田君をフルーツに例えると？森田君をフルーツに例えると？バナナ。バナナ。普段はどこに遊びに行くんですか？遊びに行くのは、うん、栄とか。クラブ？いや、そういうの。買い物しに行きます。あ、買い物ね。買い物に行きます。ラシックとか？あ、そうです、パルコとか。パルコとか、はい、あ、です。好きな食べ物？食べ物、ラーメンです。ラーメン、ラーメン。どのラーメンが美味しい？どのラーメン？一番好きなのは、台湾ラーメンです。辛いの好きなんで。店？店、はい。これ世界配信だからね。なるほど。いや、それいつも大げさに言うけど大丈夫だって。大丈夫だって。いいだねけど、いいだねけど。そうな、海外の人も結構見てらっしゃいますよね。そうですよ。あ、外人結構見ますね。外人、そうなんだ。そう、コメントなんだから、なんかさ。森田師匠に聞くんだけど、上達するコツは？とにかく練習を続けることですね。はい。ですよね。はい、間違いないです。はい、はい、そうです。そう、練習を続けます。大事。あ、なんか作りたいボディがあるじゃない。ああ、なんだったっけ。レクサス、レクサスだ。レクサス、なんか鉄人のレクサスが欲しい。レクサスの RCM。 鉄人のレクサスが欲しい。そう、それ無理。あ、好きな色は赤。赤。なんで赤が好きなんですか？あ、なるほど。赤、多分鉄人の方でいいぐらい持っているからですよ、ハットリさんが。ほんと？ほら、ほら、え、鉄人で買ってきます、買ってきます。鉄人、はい、買ってきます。すぐ買いに行きます。ほんとかよ。ほんとかよ。はい、ありがとうございます。そうですか。赤が好きな理由？理由？赤が好きなのは、なんか元気がもらえるかな。ですよね、見てて。じゃあ森田君の今日の服はどうですか？森田君の今日の服は普通。普通ね。他のボディでよかった。あ、本当だ。赤色好きです、ね。あ、もう一度最後、な、赤色が？赤色綺麗ですね。あ、好き？好き？すみません、失礼しました。じゃあ少し走ってるところも撮りましょうか。はい、はい、緊張する？緊張しますね。緊張します。高見さん、はい、僕も女の子と話すのすごい緊張するんですけど、はい、何言ってんすか？何を負けたからもシャイなんで僕。いやまあまあそうだね。そうだね。俺もそうなんです。恥ずかしいんですけど。恥ずかしいです。はい、恥ずかしいんですけど、はい、頑張って走ってるんで。ああ、そうですよね。そっちを取りたいと思います。はい、じゃあかなこちゃんが走ってるのがこのピンクの86だよね。このぐらい今楽しそうでいいね。あー、やばい。あー難しい。
センス良さそうだね。これで初心者の方が一緒に走ってるっていうのは、いやー、やっぱ人がたくさんいると楽しいですね。楽しいですよね。はい、最高です。みんな優しくしてくださいね。はい、もちろんです。はい、ちゃんとかなこちゃんが運転してます。森田くん、何でも教えるの上手だよ。上手です。あっちもね。ノームさんです。どうも。渋谷さんです。どうも。ありがとうございます。まあ、今の段階だとどういうアドバイス云々よりもとにかく走らないからね。はい、そんな感じだよね。やっぱ皆さんで走ると楽しいですもんね。そうだよね。はい、そうですね。まあ、
何事も経験だもんね。はい、うん、なんか練習っていうとなんか気難しいじゃないですか、うん、みんなで走って楽しみながら上達していければそうだよね、一番いいかなと思いますね、はい、またぜひ東郷にも遊びに来てください。あ、ぜひまた遊びに来させてもらいます。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、かなこちゃんお疲れさん。はい、お疲れ様です。あの、走ってみてどうだった？めちゃめちゃ難しいです。難しい結構難しかったです。森田君から見てどうだった？いや、でも初めての割にはすごい上手いですよ。へぇ、おいや、センスあると思います。そう、どこが難しかった？いやー、そこがまず、うん、このハンドル切る、うん、右左がそもそもまず体で、あ、はいはいはい、こんがらがってくる、はい、と、うん、ドリフトする練習もしたんですけど、はい、全然うまくいかなかった。ああ、今走ってみてっていうところですね。はい、そうです。初めて走ったんで、まあ、でもあとは慣れ、うん、練習をまずは練習しないことにはうまくならないので、うん、走り込む、そうですね、そう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 、うん、じゃあこれからもちょっと頑張ってもらってね。はい、ね、この後はまあいつ頃になるのかちょっと分かんないんだけど、マシンとかも購入してっていう風に。そうですね、はい、いつ頃かまだ決まってはいいな。まだ、はい、じゃあその時になったらね、また動画を撮りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞ。西尾さんも映ってる。ちょっと入ってください。どうぞ。入ってらっしゃる。まあ、とりあえず今撮ってるんだけどね。使えそうなやつ。動画にされてる。あ、タマじゃつまらないよね。はい。服部何パーセント？ 50%。誰だ。じゃあ西尾さん、あのちょっと一発踊って。あ、違う違う、ここあのね、手はね、はい、はい、はい、女の子がラジコンをするっていうタイトルで踊ってください。ラジコンで言いますね。はい、女の子がラジコンをこれから始める、始めるよっていうダンスを踊ってほしいなと思って。ロボットダンスでいきますか。はい、お願いします。